はい、こんにちは。バイオハザード。前回パートでバイオハザード8ビレッジを完全攻略したということでですね、ストーリー攻略かしたということで、今回は、まあ、ザ・ベイカー・インシデント・レポートということで、まあ、ベイカー邸事件調査ファイルという、まあ、セブンの話を振り返っていきましょうという、まあ、調査ファイルね、購入特典でついてきたものがありますので、これをですね、朗読していきたいというふうに思います。まだバイオハザード7を未プレイだという方は、ネタバレも含む要素になるかと思うので、僕もこれまだ全部読んだことないんでね、あれなんですが、まあ、ネタバレ要素も含むので気をつけていただきたいというのと、まあ、8をやった上で、セブンもプレイして、でこれを見ていくと、あのこともあったなというふうにより理解が深まっていくかと思いますので、ぜひ、まあ、興味ある方、進めていってください。ということで、早速いきましょう。80ページ、結構長いんでね。はい。これは、ベイカー邸事件のその後に関する調査ファイルである。2017年4月に発生したベイカー邸事件。アメリカの片田舎にある屋敷で幾人もの命が奪われた、口にするのもおぞましい惨劇だ。被害者の正確な数は今でも判明していない。生還者である E さん、ミアのウィンターズ夫妻によって事件の全容が明らかになり、世間に大きな衝撃を与えるはずだった。だが、事件の真相は隠蔽された。そして、ウィンターズ夫妻も消息を絶った。事件の裏には何か大きな力が働いている。私はそう確信し、ベイカー邸事件のその後を追跡調査することにした。確信したのには理由がある。私も事件の当事者の一人だったからだ。まずは事件の発覚当初、事件がどのように報じられたのか、そして世間にどう受け止められたのかを当時の記録から見てみることにしよう。1、事件の発覚。地元新聞紙ダルベイデイリー、2017年4月22日半、ダルベイ郡で一家4人が不審死。ダルベイ郡保安局の発表によると、21日、州北部ダルベイ郡のジャック・ベイカー山宅で10人全員が死亡しているのが発見された。事件の詳細は不明だが、死亡したのは家主のジャックさん、妻のマーガレットさん、息子のルーカスさん、娘のゾイさんの4人。なお、現場付近では19日夜からデイビッド・アンダーソン軍保安官補佐の行方が分からなくなっており、ベイカーさん宅に聞き込みに訪れた。同じく保安官補佐、ライリー・ウィットフォード氏によって事態が発覚した。事件に関する SNS 投稿、2017年4月22日。事件があったの？黒い化け物の目撃があったあたりじゃ？全員化け物に食われたって？ホラー映画の見過ぎだよ。ジャックっておっさん、かなりやばい噂多かったよね。あちこちでトラブルを起こしまくってた記憶ある。結局、父親のジャックによる一家皆殺し&自殺で確定か？軍保安局苦情窓口の通話記録。おかしいでしょう。もう事件から2日も経ってるんですよ。殺人か事故か自殺かすら発表しないなんて、大体なんであんな広い範囲を周辺が封鎖してるんです？保安局は何か隠してるんじゃないですか？ベイカー邸事件が発覚して当初、事件の詳細は報道されず、噂や憶測が飛び交った。現場周辺が封鎖されたことや、一家が地域コミュニティから孤立していたこともそれに拍車をかけた。思えばこの事件で報道には何らかの圧力がかかっていたに違いない。この時私は、ある組織によって隔離状態にあり、報道を見ることはできなかった。数日後、ようやくテレビを見ることを許された私は、その内容と事実の食い違いに愕然とすることになる。2、隠蔽工作。地元新聞紙ダルベイデイリー、2017年4月30日半。ベイカー邸事件の原因は硫化水素、軍保安局が公式発表。21日に発覚したジャック・ベイカーさん一家変死事件について、ダルベイ軍保安局は、地中の硫化水素ガス噴出による中毒死の可能性が極めて高いと発表した。現場一帯は地盤の緩いコルマ地帯であり、何らかの原因で、汚泥中っていいんですかね、の硫化水素が地表に大量噴出する結果、ベイカーさんらを死に至らしめたという。ガスの噴出は現在では止まっているが、事故の再発防止のため、一帯は核兵器で封鎖される模様。なお、死亡が現在判明している事件の被害者以下の通り、軽症略。死亡、ジャック・ベイカー、マーガレット・ベイカー、ルーカス・ベイカー、ゾイ・ベイカー、デイビッド・アンダーソン、クランシャー・ビー・ジャービス、アンドレ・スティックランド、ピーター・ウォーケン、負傷、インサー・ウィーターズ、ミア・ウィンターズ。事件に関する SNS 投稿、2017年4月30日。硫化水素ってマジか。事件の日、現場で軍のヘリや兵士を見たって情報がある。政府が関わってるな。間違いない。出たよ、陰謀論。ラクーンシティの時もいたよな、こういうやつ。黒い化け物の件もあるし、衛星写真に撮ったドッパ船とか、あの辺りは何かおかしい。
雑誌インスペクター、民伝大学地質学教授サリー・ボールドウェインへのインタビュー。ではガス事故という保安局の発表を誤っていると。断言はできませんが、非常に考えにくいと言わざるを得ません。硫化水素は火山性ガスですが、ダルベイ軍は火山とは全く目の土地ですからね。98年に私の研究室が行った地質調査でも、そういったガス成分は全く検出できませんでした。地中のガスによる悲劇の事故、それがベイカー邸事件の公式な真相だった。全くの嘘だ。報道はあの館で繰り返されていた殺人にも、館に救う恐るべき怪物たちにも触れていなかった。何者かが事件を隠蔽したのは明らかだった。そして何より私にとってショックだったのは、犠牲者リストに自分の名前を見つけたことだった。私はまだ組織によって隔離状態にあった。このまま報道の通りの結末になるのではと想像し、私は恐怖に震えた。結論から言えばそれは杞憂だった。組織は私に偽の名前と身分証を与えるとあっさりと解放した。もう得られる情報はないと判断したのかもしれない。私は別人として生きるよう告げられた。それが私の安全のためだと。私は同じ生還者である E さんとミアに連絡を取ろうとした。彼らは私の命の恩人だったからだ。一言でいい、礼を言いたかった。だが彼らの行方は案として分からなかった。分かんねえな。彼らの行方は組織が知っているはず。そう考えた私はその組織 BSAA について調べることにした。 BSAA バイオテロリズムセキュリティアセスメントアリアンス、国連管轄下のバイオテロリズム対策部隊。アンブレラ社の倒産後、バイオテロが拡散するのを防ぐため設立された。中国やヨーロッパなど各地のテロ鎮圧で成果を上げ、バイオテロの警察として高い信頼を受けている。ベイカー邸事件にも最終的に BSAA が介入し、私や E さんたちを救出した。私は隔離生活の中で何人かの BSAA 職員と個人的に親しくなっていた。彼らに事情を話し、機密資料を提供してくれるよう半ば強引に説得した。資料を集めて明らかになったのは、ベイカー邸事件の真相を隠蔽したのが BSAA に他ならないという事実だった。3、隠された真相。雑誌インスペクター、保安局長、国際組織幹部と密会。本記者の取材、ダルベイ軍保安局長のコールリッチ氏が国連直轄組織 BSAA の幹部と密会していたことが判明した。ベイカー邸事件をガス事故とする保安局の発表には疑問の声も多い。保安局と BSAA の間で事件の本当の原因を隠蔽するための何らかの取引があったのではないだろうか。保安局は取材に対し一切のノーコメントを貫いている。記者エドガー・マクリントック。 BSAA 調査官によるベイカー邸事件の最終報告。以下はルイジアナ州ダルベイで発生した生物災害事案、通称ベイカー邸事件の経緯に関する調査報告書である。なお本資料はクラス C 以下の職員の閲覧を禁じる。結論から述べると、ベイカー邸事件は生物兵器エブリンによる偶発的な汚染事故である。住人はエブリンの操る特異菌に感染、彼女の命じるまま犠牲者を拉致、殺害していた。住人の肉体は菌の作用で大きく変異し、住居内には菌で構築されたモールデッドと呼ばれる BOW も発生していた。エブリンを製造したのは国際的犯罪組織コネクションのミュンヘン研究所である。 BSA はエブリンを破壊すべく破壊したが、これに失敗、エブリンの逃亡を許してしまう。その後エブリンは監視役のミア・ウィンターズと共に船でアメリカに向けて移送された。だがエブリンは移送中に暴走、船員の大半を殺害した後船を破壊した。その後エブリンは船の残骸もろともベイカー邸近くの沼地に流れ着いたと推測される。戦術したようにエブリン抹殺作戦において我々 BSAA がミスを犯し、結果として民間人の感染につながったことは否定できない。この事実が報道された場合、 BSAA の責任追及は避けられないと思われる。よってマスメディアに対してカバーストーリーを発表することで BSAA としては事件を隠蔽することを提案する。以下省略。 E 型特異菌分析レポート。ベイカー邸から採取された E 型特異菌、以下特異菌の性質について生物調査部による分析結果が出ましたので報告いたします。特異菌はクラドスポリウム、黒カビに似た構造を持ち、極めて高い繁殖力を誇ります。また、生命体に寄生すると細胞を侵食し、宿主の DNA を書き換える性質があります。さらに、菌同士が結合することで、筋肉組織や脳に似た神経ネットワークを形成することも明らかになっております。これらの結果として、特異菌に感染した生物は、不死ともいえる怪物へと変異します。以下省略。少女型 BOW エブリン調査報告書。人肺に菌を移植して作られた人工生物、特殊な脳信号を菌ネットワークに介入し、実際に操ることが可能。エブリンはその生育環境から家族に執着し、菌で支配した人間を疑似的な家族にしていた。ただし、エブリンの染色体には先天的欠陥があり、急速に細胞が老化、死亡した。以下省略。
犯罪組織コネクション調査資料、決まった拠点を持たないネットワーク型の犯罪組織、組織規模は不明だが活動範囲は全世界に及ぶ。近年では東欧での活動が活発化している模様。主な活動内容は BOW の製造及び販売、特異菌及びエブリンも彼らの商品である。信頼できる情報源によれば、コネクションの創設者ブランドン・ベイリー、かつてアンブレラ社 社長オズワルド・E・スペンサーの片腕として、ごめんなさい、古った人物である。現在の生死は不明。ベイリーはスペンサーと思想の違いから離反、アンブレラアフリカ研究所の所長時代から人脈を駆使し、独自の犯罪ネットワークを作り上げたと思われる。組織の目的が純粋な営利活動なのか、それ以外にあるのかは調査中である。以下省略。 BSA 機密資料には、私が知るベイカー邸事件の真相が無機質に記されていた。あの嵐の夜、タンカーが沼地に流れ着いたこと、タンカーの残骸からジャックがエブリンという少女を連れてきたこと、そしてエブリンが一家を狂わせ、人ならざる怪物に変えていったこと。BSA は事件の真相を把握しながらメディアに圧力をかけ隠蔽していた。国連直轄の組織なら造作もないことだったろう。エブリン流出の原因を作ったのが自分たちだと知られるわけにはいかなかったのだ。私は資料を収集続け、ついにイーサンとミアの行方に関する手がかりを見つけた。ウィンターズ夫妻の行方。BSA 調査官によるインサーウィーターズ聴取記録、録音開始。では聴取を始めようか。まず名前と職業。イーサン・ウィーターズ。システムエンジニアだ。もう何回目だ？いつになったら解放してくれる？これまでの聴取でどうやら君には何も裏がない。つまり事件に巻き込まれただけの被害者だとようやく納得できたよ。それはつまり解放してくれるってことか。ああ。だが一つ条件がある。条件？二人には今後我々の監視下で生活してもらいたい。住む国も家も全て我々が用意する。何を言ってる？それは別人になれってことか？どういう？待て、住む国？外国に引っ越せっていうのか？東ヨーロッパの某国とだけ言っておこう。ヨーロッパ？嘘だろ。どうして俺たちが？そんな。事件の目撃者である君たちは現在ある犯罪組織に狙われている。彼らから守るためのやむを得ない措置だ。一種の承認保護プログラムだと思ってほしい。だけど、ヨーロッパで暮らすなんて、急に。すべてを忘れ、別人としてやり直すんだ。それが二人のためでもある。忘れられるわけがない、あんな出来事。そうだ、ミアと会わせてくれ。彼女と話さないと。ミア！録音終了。BSA 調査官によるミア・ウィンターズ聴取記録、録音開始。検査の結果、体内の菌はほぼ完全に除かれたよ、ミア。彼には話したの？私の過去のこと。いや、BSA は君がかつてコネクションに所属していたことには感知しない。組織の情報提供をしてもらった例だよ。私は彼との生活を取り戻したいだけ。すべて忘れて、E さんと新しい人生をやり直したいだけよ。録音終了。E さんとミアはヨーロッパにいる。ようやく発見した足取りに私の心は踊った。だが、調査はそこで暗所に乗り上げてしまった。BSA のガードは固く、協力者たちの手を借りても、E さんたちの詳しい所在を知ることはできなかった。国際的な犯罪組織から守ろうというのだから、それは当然だったかもしれない。そして何も得られないまま2年が過ぎた。私はニューオーリンズの小さな新聞社で見らない記者として働くようになった。ベイカー邸事件のことはいつしか人々の記憶から消えつつあった。そんなある日、私の住むアパートメントに一通の手紙が届いた。差出人の名は、なんと、ミア・ウィンターズだった。ミアからの手紙。はい、元気。本当に久しぶり。BSA がなかなか手紙やメールを許可してくれなくて。この手紙は職員の人に直接届けてもらったから安心して。奴らに居場所がバレることはないわ。ずっとお礼を言いたかった。あなたが助けてくれなかったら、E さんも私もあの館で命を落としちゃったと思う。たった一人で孤独に戦ってたあなたを私は心から尊敬する。本当にありがとう。詳しい場所は言えないけど、私たちは元気よ。こっちの生活にもようやく慣れてきた感じ。BSA が用意してくれた家もすっごく大きくて、なんだか得しちゃった。あ、そうだった。手紙を書こうと思ったのは、お礼の他にもう一つ理由があって。私たち、赤ちゃんが生まれたの。写真を同封しておく。言っておくけど、かわいすぎてキスしないでね。あー、いいですね。ハッピーバースデー。あ、二分の一バースデー。半年。なるほど。だからケーキもホールじゃなくて二分の一なんですね。めちゃめちゃいい写真。こりゃ可愛くて気絶しますわ。続けます。名前はローズマリー。素敵でしょ。いつかあなたを招待できる日が来ると思う。イーサンも会いたがってるわ。郷土料理だっていくつか覚えたのよ。きっと気に入るから。それじゃあまた。返事は書かなくていいわ。くれぐれも気をつけて。ミア・ウィンターズ。イーサンとミアからの突然の連絡、さらに二人には赤ちゃんが。彼らを見つけることを諦めていたのもなあり、私は思わず涙をこぼしていた。
人、いや、三人は異国の地でやっと幸福を手に入れたのだ。郵便受けを閉めようとして、私はもう一通封筒が入っているのに気づいた。BSA のロゴが入った封筒には差出人が記されておらず、中には一枚の書類が入っていた。BSA 本部によるクリス・レッドフィールドへの警告書。クリス、最近の君の行動について我々強く懸念している。報告によれば君は精鋭部隊ハウンドウルフスカットを私物化し、無断で運用しているという。機密ファイルへの無許可のアクセス記録もある。君は何をしようとしている？君と君の部隊は東ヨーロッパで何をしている？通信に瀕死するミランダとは何者だ？なぜ今になってウィンターズ夫妻の周辺調査をしている？ベイカー邸の事件以来、BSA に対する批判的言動も目立つ。創設メンバーオリジナルイレブンの一人とはいえ、これ以上暴走は処分をせざるを得なくなる。繰り返す。クリス、君は何をしようとしている？ BSA 欧州本部、査察部。書類の裏には手書きで短い言葉が記されていた。事件はまだ終わっていない。以上が私が収集したベイカー邸事件に関する資料のすべてだ。このファイルはあくまで個人的なもので一般に公開するつもりは今のところない。調査はこれからも続けていく。妨害や嫌がらせを受けたことも少なくないが、死んだ家族のためにもやめるつもりはない。そしていつか必ず E さんとミアに直接あの日の礼を言う。それが私の夢だ。私はゾイ・ベイカー、あの惨劇の生き残りだ。ベイカー邸事件調査ファイル終了。ということで、なんと記入をしていたのはゾイというオチでしたね。はい。まあ、バイオセブンで唯一ベイカー邸の中で生き残った人物でございます。まあ、エンド・オブ・ゾイというね、作品をプレイしたことがある方はね、ゾイが生き残っているってこともしてたんで、ゾイ死んじゃったの結局って思ったかもしれないんですが、実はそうじゃなかったと。まあまあ、だいたい20ページくらいから、あ、これゾイが書いてるなっていうふうに思った方もたくさんいるかと思うんですけれども、まあそんな感じだったということですね。ということで、ザ・ベイカー・インシネット・レポート以上となります。バイオセブンとそれからバイオエイトにつながっていくお話でしたが、皆様いかがだったでしょうか。はい。ということで、また次回の動画でお会いできれば、嬉しいです。ではお疲れ様でした。さよなら。バイバイ。